さて、新型コロナの第1波が押し寄せた去年3月以降、全国各地の自治体でコロナ対策として議会の一般質問の中止などが相次ぎました県内では、多良町議会の6月議会で陽性者が減少傾向にある中でしたが、去年に続いて県内で唯一、一般質問を中止しました。これはは、どういうい意図があったののか、今日のニュースここ コロナ禍の議会について考えます解説主管の宮原さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします田、えー、良町は人口8400人ということで、はい、県内では限界大町に次いで小さな町ですね、はい、で職員数もほぼ100人ということでまあ人口5000人から1万人の自治体とは全国95あるそうですが、はい そのうち下からまあということとです、はいまあ、とはいえですねやはり、まあ、あの議会は民主主義の根幹ですから、はい、そういう意味で、まあ、これを省略するといかがなもんかと,と私も思いましてで今回太良町は6月議会で一般質問中止というふうな経緯になりました。 でまあ、あのコロナ業務が非常に大変だということですけどもその辺の事情をまず説明していただけますか、はい、コロナこのワクチン接種についてですね、えー、まずは9月を上旬を予定しておりましたところがあ国からですね65歳以上ですか7月末に何とか終わられるかというご相談もありまして直接総務省からも電話をいただきましたそこでこでれは 1> 1ヶ月以上毎度するののは大変だなとといいう思いの中で、職員と実は協議をしたわけですやはり議会となればいろいろな資料作成かれこれ担当課長を含めてですね業務が型になっていくというようなことでそういうちょっと一般質問のお話が出まして議長にですね一般質問を今回はこういう事情で、まあ、よかったら中止できないでしょうかということをお話したわけです。 コロナ業務以外でもいろんな業務があるみたいですね。昨年うちは7月に豪雨災害で100カ所余りの大きな災害を受け取ります。約被害額ですれば11億ぐらいだったんですけどね。その工事とかなんかが100カ所以下の工事を繰り越しているんですよ。全く去年工事できなかったもんですからですね。ですからその繰り越した分を早く 終わらせても,っともしも今年最が来ればこの繰り越した事業というのは翌年に繰り越しできないもんですから早く終わらないかとって今年は意外と梅雨がですね早く入ったもんですからこれは大変だというようなことでですね 太良、はいまあ、町の業務方について、まあ、ちょっと整理しますと、まあ、1つ目はもう国からのワクチン接種前倒し要請と今ありましたね、はい、2>, で2つ目はあの他の自治体では、まあ、町民からのおワクチン接種の要請をコールセンターが受けてでコールセンターが病院に振り分けるという作業をするんですけどここの場合はコールセンターから一旦町にその情報が来て町が 町内三つある病院に振り分けるという、はい、そういう形やっている,なるほどで3本目は今町長の話もありましたように梅雨入りで復旧工事が前倒しになったということなんですねもともと菅総理の肝煎りでワクチン接種を急げという大号令が かかったわけですけれども、タ良町のような小さな自治体職員が定数な自治体にとってはなかなか大変だという実態がわかりますね。その通りですね。まあ人間も体がまあ弱いところにまず行きますから、はい、そういう意味じゃ大変でしょうね。まあ、続いて議会のあり方について、えー、さらに聞きました。去年の6月議会に続いて、まあ今回もということですけど、省略されたという形ですけれども、まあ。 まあ、あの一方で、まあ、外から見ればです、ねまあ、議会軽視じゃないかというような見方も一方でできるんですけどもその辺はどううでしょう例えば今回のコロナの件についてもですけれどもいろいろ議案を補正予算を上げる時先ほど言いました支援事業ですね、うん、そういったことも全部議会の全員協議会にお諮りをいたします、うん、こういったことでやりたいと。うん、他の補助事業とかについても、うん 予算が伴うもん、まあ、伴うもんもありますけれども、どんどん勉強でお話をさせていただきます。ただ、一般質問というのは、あくまでも一対一でのやり取りですもんね。しかし、そういった事業を全員協議会の中で話をするということは。全部の議員さんからいろいろなそのお話が聞けし。一般質問だけが、その議会活動への話、議員さんの力の議案を出された、出した時ですね。その議案に対して。 議員、まあ、さん方の思いをですね話してもらえばいいわけですから、まあ、そこが私は一番大事なところでもあるのかなと通常議会っていうとそういうですねまあ開会して一般質問なりあるいは議会によって代表質問ありというような形がまあ普通の議会のパターンですけどまあその議会の形もやっぱり考え直さないといけないかもしれませんねそうですね。 やはり一般質問を今回無理やりじゃないんですけれども確かにやめたというのはいろいろ批判があるというのはもう私も覚悟の上なんですけれども実はそういう一般質問をしたいような案件についてはですね事前に議員さん方に知らせようというふうなことで今回は特にコロナですねこの件については議員さん方に十分説明してそして町民の方にも確固にですね もうこういうチラシを準備してるんですけど、そういったチラシを配って知らせて行こうと、まあそういった中でやっております。まああの地方議会というのは大体年4回あります。はい、まあただしかしまああの年4回ですね、毎回毎回いろんな課題をガチでバトルするというのはまああなまああまりあり得ないと。 ということで、うん、まあ確かに一般質問を飛ばすというのは、まあ、あの異常事態ではあるんですけれども、はい、まあ議会側との協議があればですねやはりまこういう緊急事態の場合はその簡略型議会というのもあっていいのかなと別に町長々から言いくるめられたわけじゃないんですが地方議会での、まあ、それとですねやはり地方議会での質,質疑、答弁というのは非常に形骸化が言われてますね。 でまあ、あの議員がパフォーマンスで、えー、質問したりとかですね、まあ、あの当局とのなれ合いの質疑だったりということで、うん、一方では、まあ、あの学芸会じゃないかという厳しい指摘もあるほどです。今回コロナになりましていろんな、まあ、日常生活をいろんな形で見直すということが言われてますけど、まあ、議会もしっかりで、まあ、町の仕組みとかですね、えー、行政手法あるいは、まあ、議会のあり方と。 いったものもこ、これを機に、やはり考えてみる機会、いい機会じゃないかというふうに思いました、ねはい、ここまで解説主官の宮原さんとお伝えしました。